中国経済なんですけどもこの10日のこれ日経新聞なんですが中国でデフレが起きそううだというねこれはちょっとねほら日本が歩んできたこの道にズポッと中国がハマる可能性がありますね。だって今世界中イインンフフレレよすごいインフレでしょ 世界がインフレで大変なことになってる状況下において中国ではデフレが始まってるこれね瞬間的なデフレではなくって日本はなんとか抜け出せるかもしれませんですけども中国はこれからもしかしたら半世紀とか日本は30年でね 苦労ししてましたけど中国は最低半世紀なんなら1世紀これに苦しむ可能性ありますよ。だってデフレの要素って山ほどあってだって今ね若者の失業率がものすごく高いわけですよね。そうすると若年層が収入がないそうしたら国内の購買は進まないですよね。そうすると世界が経済活況で湧く中中中国だけは自利品に陥っていっていろんなものが安くなる安くないと売れないそういうふうになってきますよね。安くなないいとと売れないそうすると 企業の収益性が減りますから失業率もさらに高まってくる賃上げもない賃上げがないからまた物価が下がる物価が下がるから賃上げがなく賃金が下がり負のスパイラルですね賃金が下がる物価が下がる賃金が下がる物価が下がるそして高台集団とかね大規模な不動産会社の事実上の破綻を認めずにゾンビのように生きながらしてますよね海を出し切れてないわけですよまんま残ってるわけですおできみたいな形でバンバン溜まってっちゃってるこれ中 出せばですね出してる時はキモいですけども出して拭いちゃえばそこからはですね正常化するんですけどもそのまんま残しちゃってるわけですからですからまあ日本はいろんな問題ありましたけども日本はまだねバブル崩壊での生み出しいろんなね債権回収とかねやりましたよね銀行の破綻とかもこれちゃんと整理しましたよね生み出しをしてきたんですその日本ですらこんなね30年苦しんだぐらいですから生みを出していない中国の不良債権抱えまくったままねこれを処理せずにだから問題先送り先送り でいくわけですよそしてこれほどね強烈な失業があって経済が沈んでいく中でちょっと中国はもうこれからもう大きなデフレの 先の中に入っていくそんな印象を受けますちょっと読んでいきましょう中国国家統計局が9日発表した11月の消費者物価指数は2ヶ月連続で前年同月比マイナスとなった自動車など耐久財が値下がりした雇用や所得への不安を拭えない家計の財布の紐は固いデフレの足音が迫っているということです足音が迫っているということですけども足音どころかもうデフレは始まってるんじゃないかデフレの目って言いますけどもデフレは始まってるんじゃないかだって前年同月比でね 何ヶ月ももう下がっているわけですよね今後これが上がっていく要素が見えないんですよものすごい下方圧力はありますよ下に向けた圧力はあるんですけども物価が上がっていくはちょっと難しいですし維持するのも厳しいんじゃないかなというふうに思いますこれはちょっとこれから大きなトレンドの入り口に入ったなというね感触がありますのでちょっと中国のね経済の動向は見守っていきたいなと思っております 武田恒にチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。